の。でもそんなんじゃダメ、もうそんなんじゃほら、心は進化するよ、もっともっと。はい、それでは03ランキングバトルを始めます。11月2日ですね。今日主催者が7時告知しておいて9時に来るという大失態を犯しました。いつも通りでございます。さあ、今回の遠征者なしで、今しサラダマミヤ、ワンピーがサラダリュー、セピがマミヤユーとなっております。マミさん、関東で最もやる気あるプレイヤーですね。この前京都のアイスランまで行ってきていた模様です。さあ、サラダさん、前回のホットエパでいつも通り球場開始していく、これが0-3。さあ、50と超えますね、回収。はい、さあ、ここで空中立ってもいいけど、さらに効率よくゲージを貯める。さあ、サラダさん非常に熱い感じでございます。ダッチキャラに対しても容赦ないですね。さあ、中段混ぜて、いいだ、終わった。2-0 でサラダリーの勝ちですね。あ、落としますかね。ゼロツーのオリコンやっぱやってないとすぐ落としますね。オリコンミスります。あとやってないとすぐ手が動かなくなりますね。手がついていかないってやつ。さあ、画面近場、画面線逃がせない。外オリコン光って画面を割れて、割れてない。サラダリュウ、これは 1P が、雨宮有利で 2P がイマッチゴーピ。さあ、イマッチさんがゴーピでダッシュを勝ってる。そしてダークラッシュでオリコン発動して大ダメージ与えて、あ、なんか、ソースに乗っちゃってますね。こういうことやってるってことはやはり有利だと、まあ、辛いですね。やれることは辛いからな。さあ、ガークラレッドに入っちゃってます。何もできずに1ラウンド、今津豪樹が選手相当気持ちよさそうです。やりたいことやってるって感じですね。すごい動きやりたい放題だ。さあ、雨宮さん、一瞬報いることができるか。今、一瞬報いてる最中から。
さあエリアルどこまで勝ちできる。うわー美味しい。そうこの連休ねもう あそこからキャンセルできる技は他にないからね。アクセル付きになってる見てからなんかそのうちいろんな技で反撃してそうな気がする。コースで高火一番カウンター確認オリコン発動ダイヤスタートとは。さあ、3ラウンド目はとりあえず5部ですね。そしてここの距離で発動できる動画もうこれ完全に力差ですね。さあこのゲージがわずかに有利なんですけれど、ゴーチのゲージ回収量だとすぐたまるんですよね、ホラが待った。あとはもう地上戦でなんとかするしかない。防御力マイナス3のリード。ここでこれはオリコンをうまく使わすなんだけど、さあゼロ冠天宮さん頑張る。残ってる。ああなんか、うん、ラックは高い。頑張りましたね天宮さんが、勝ちましたと。第3試合が、龍とゴーチですね。サラダ龍と今市ゴーチ。なんで今市さんの色が青いゴーチなのかがよくわからない。いつもなんか灰色使ったような気がしたんですけど、なぜに。たくさんエリアで当ててるけど技が弱冠とかなんでゲージが全然たまんないですね。わーあったー。あ、けど折り返し使わないで。あ、これはちょっと選択をミスった感がある。はい、1ラウンド取ったのは今市ゴーチ。なんだこれ。さあちょっとペースが乱れるか、サラダ龍。さあ体力5分の状況で。集団反応できそうだけど、まあ、集団当たって、まあ、1ラウンド取り返す。うわー、これはやっぱあの距離に引かれるからゴーチはいいのかもしれないですね。やっぱフォローはしていますね、ゴーチのオリコンは。あー、やっちゃったかな、これは。はい、勝ったのは真田龍。
われ続けたあの頃生きるのが辛かった。たりきたりすれ違いあなたと私の恋いつかどこかで結ばれるってことはドアの夢